バニホとかもある。そうだね。そう、なんか動きやすいんだよな、純粋に。やはり毎試合チーターがいるようだな。こいつ壁見ながら動いてるぞ。面白すぎる。壁にエイム置いてるぞ。強すぎる。全く合ってないのにワンマガしてる。ナイファーイ。見たことないプレデターマジで多いな。でも最近誰なんだろう。前だったらプレデターって言うとなんかもう、ああこの人か、ああこの人かしてなかったんだけど、誰しかいないんだよ。生ガキはね、違う、ふるさと納税ですね。海鮮セットはツイッチ感謝祭、生ガキは試してみたいと思ってちょっとふるさと納税で購入させていただいたんですけど、ちょっとオーマイガーっていう。うん、理事長様千ビッツありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。今年もお疲れ様でした。お疲れ様です。ツイッチ YouTube ともに来年も応援しております。ありがとうございます。頑張ります。これからもね、もっともっと頑張っていかないとね、みんなの期待に応えてじゃないけど、超新鮮なはずなんだけど、俺はね、汚い海の生ガキだと思っちゃった。そう、新鮮なはずなんだけど、なんか超臭かったもん。あ、そう、口の中に海が広がったやつね。そう。だから、どうやって処理しようかなと思ってたんだけど、焼きガキにしようかなと思います。うん。焼かないと無理。焼いたらうまかったの。焼いたら、フライパンが超臭くなるっていうね。フライパンが海になった、今度。なかなかね、難しいよ。本当に。いや、でもあれが多分うまいんだろうな。カキフライは、本当にうまいの。うん。カキフライは大好きなんだけど、本来の味は俺無理。フライパン組になっちゃった。確定申告してますよ。うん、確定申告してる。てか、してもらってるっていうのかな、あれ。税理士さんに任せてるんだよね。わかんないからさ、そういうの。洗ってるっしょ、あれ。税理士さんに任せてる。そう、自分たちでやるとね、時間取られちゃうんで。いやー、あれね、多分何しても美味しくないと思うんだよ。てか、洗ったんだよ、ちゃんと。ちゃんと洗った。くっせえ。無理。洗った。任せて。でもみんなが言ってくれたやつ全部やったの、一応。無理、全部無理だった。唯一、焼いたらいけたの。フォローありがとうございます。そう、全部無理だったの。焼いたら全部いけた。私たちきっとうまくやれる。ちょっとねー。カキフライは好きだけど、カキが無理だった。焼きガキは美味しかった、すごくね。今回のチャンピオンです。そう、自分の手で申告してる場合あったら俺配信してるわっていう感じだった。最強すぎる。俺がジャンプマスターだ。料理配信すれば景品になる。なるほど。じゃあいつか俺料理配信するか。手元だけ映してやるか。うん、ちょっと俺もね、苦手でしたね。クリーミーって何がクリーミーなのか俺ね、さっぱりはなかった。何を言ってるんだ、クリーミーって何なの。やったんすよ、タバスコ。無理だった。結構やったんだけどダメだった。嫌だー、絶対嫌だよ。キリトなんて手元に置きたくねえわ。レトルトはチートだって。絶対チートなんて手元に置いときたくないわ。あ、惜しい、届かなかった。ラウンド1、散開してるな、急いで合流しよう。オイスター、あー、やりだったな。いや、無理だったなぁ。でも、牡蠣の香りが無理なんだって。ファーストキル発生。ファーストキル、ゲームの始まりだ。あ、そうなんだ。料理配信、あ、そうなんだ。全部いけないんだ。残念。バックパックを発見。レベル2だ。大丈夫。速度には影響出ないぜ。残り45秒。歩いても間に合うな。私のものだ。でも任せて。そう、ちゃんと税金を払ってるから、俺。うん。うわー、おられるね。リングはすぐそこだ。あと30秒ある。
マジで顔面まひ怖すぎでしょ。いやあれそんな食材なのあれって。やばポリコとか出てきたらもうさ難易度レベル500とかなってんじゃんあれ絶対。顔面麻痺するんだ怖っ。シュンシュンクッキングするか。酒はあたまに飲むね。カシスオレンジ。あそうだ牛乳につけるとなんか臭みが消えるって書いてあったんだけど本当に。コースを発見。近距離用よ。私のものだ。焼いたらうまかったんだよなマジで。新しいキルリーダーが確定しました。あれ結構いい鍵だと思うけどな。なことないのかな。え、ふるさと納税で買ったんやで。R99 を発見。あれ新鮮っぽそうだけどな。やっぱうまいのかな。本当に？本当に？だって聞いた話だと超高級なやつ食ってもダメだった人いるらしいよ。あそんな新鮮なもん食ってないからわかんねえんだよ。ちょっとこれ食ってみーって言って海から取り上げ取ったばっかで作ったらうえーってなったらしいよ。それ聞いたらさ何食ってもダメだと思うけどな。あそうなんだ。私のものになりたい。あふるさと納税がね。はいはいはい。どういうこと。本物の牡蠣。どうやって味合うの。あそう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 、そうすると臭みが一切なくなるみたいな。うわパスファインダーが4号でヘッショしてる。4号でヘッショ狙ってんじゃねえよ。シールドバッテリーを拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。スコープを発見。かわいそうすぎるわ。撃たれてる。ねえ、火器当たると最悪って言うもんね、本当に。終わってるらしいもんね。味方頑張れ、生きて帰ってこい。シールドをリチャージ中。気をつけて、あっちに敵がいる。よし、アークスターを投げる。交戦中。やばな。私の近くに敵が着地した。警戒。私は血に欲するもの。それ俺や。デルシールド部下たちが近くに着地したわ。前に捕らえよ。私の魅力に逆らえない。攻撃されてる。敵を。アークスター、投げるわ。これくれ。ああなんか逃げるわ。残念。48ダメージか。これはしょうがないね。そうだね。残念。諦めましょう。てか最初のバンガロールにね、俺が110ぐらい入れたけど死ななかったからね。しょうがない。そもそも。あの時に死んでくんなかった時点でちょっとアウト感があった。最初が大事だからな、マジ。最初の接敵。最初の接敵っていうか、そう、最初のね、出会った瞬間が大事だからね、こういうのって。回復中だ。あの瞬間敵が死なないと、もう負け確と言っても過言ではない。残る部隊は半分。楽しくなってきたぞ。メンゲに写真とか出す。そうだね。そうすると、あれだね。俺の生活をみんなに見せてフィーバーしてもらうかじゃ。シールドチャージ中だ。来い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 。見てくれ、これが回線セットや。いや、メンゲに写真載せるわ、回線セットの。少し急ぐか。これが届くんやで。レプリケーター
ターを輸送中です。よ、レプリケーターが降りてくるぜ。これが2月に届くんやで、みんなに教える。オクタのいいところさ、ヒートシールドが回復なんだよ。それオクタのいいところだわ。時間はかかるけど、あの他のキャラクターでは絶対できないことよ。2月ならわざわざ生曲、そうなんだよね。ノロウイルスにな、やばいらしいからな、マジで。あとはタービンで味方を作って、あ、楽しみにしちゃってください。皆様のおかげで届くものをね、お教え、おし、ん、貼っておきます。これよ、見てちょってやる、見てちょって。残り45秒、リングまで距離がある。一瞬待ってくれ、回避中だ。死ぬ、危ない、くたばってしまうぜ。いや、俺のが全然早い。オクタンすごいな、ちょっと感動してるわ。すげえ、マジで早いんだ。普通追いつかれちゃうんだけどね。条件ありがとうございます。怖いマジで、天敵に恐ろしいぜ。お、なんかデスボックスが落ちてるぞ。金シールドだったりしない、なことないよ。あと1分、リングは近い。撃たれてる。こいつ、ウラットラインでなんかあれだな。周囲環境マーク中。残り45秒。攻撃されている。ジャンプドライブを投げるわ。シールド発見。レベル3だ。少しシールドをリチャージする。バニホとかもある。そうだね。そう、なんか動きやすいんだよな。純粋に。このキャラは。何でもできるというか、そういうところが私は好きですね。ホップアップを発見。おいし、ディスラプターよ。お疲れ様です。回復が必要よ。これ円外と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 こいつらって感じなんかな。大丈夫かな。全員円外な気がしてきた。あ、いや、いるな。すごいね。あれ、オクタンってさ、オクタンって初期レじゃなくて、巣の壁が迫ってくるわ。あ、ケアパッケージが足んないのはね。敵をダウンさせた。早く行くぜ。もう起き上がることはないな。敵を力強く撃滅。追加から、なるほどね。
エリアを。そっかそっか。初期シーズンや。そういう扱いだったか。教えていただきありがとうございます。ちょっと私ね、結構ね、脳みそがやられてる最近。わかんないからね、めっちゃ起きてるやん。起こし合ってる。アルティメット準備完了まで、あと少し。スコープを発見。中距離用よ。私のだ。あっちに敵がいる。よし。まだ欲しいか。向こうへ。禁止よ、あいつ。エリアをキャッチ。あっちに敵よ。リロード中だ。あっちにキャパッケージだ。あれこいつなんだっけってなるもんね、俺最近。あれとねーとか言って。どのシーズンだったっけ。残り45秒だ。遅れても運んでやんねえからな。キルリーダーが撃破されました。よっ、あそこに悪い奴らがいるぞ。ええ、敵が見えた。だから強いんですよ。横偏差もねえからな。攻撃中。あっちに敵がいる。攻撃されている。撃たれてる。シールドをリチャージ中。テルミットを投げる。あ、すごい。周囲環境をマーク中。やばい、鼻が下げる。よし、完璧だ。クレーバーな気がするな、こいつ。違うか、ウィングマンか。リングが閉じるぞ。自分を追い込むのは好きだが、こいつは急いだ方がいいな。俺じゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。わかる。興奮剤刺したら AR と変わんねんだよ、エルスターも。上がってこいや。治療中だ。打ち合えるんですよに。気づかなかっただろ。じゃ取っちゃおうかな。これがオクタの強みよ。少し下がる。上へようこそ。なんでも揃ってるわよ。チャージ中だ。来い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 。別の部隊がいた。攻撃されている。何？死んだか。はあ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 。ああ、チーターだった。チーターだった。なるほどね。こっちもチーターだったー。ゴリチーだからちょっと見てみるか。興奮剤刺したよね、殺されちゃったよ。さあ、こいつの神エイムを見てみましょうか。やばいよ、救急が多分301みたいになるよ。ライフラインは何やってんだろうかな。やはり毎試合チーターがいるようだな。こいつ壁見ながら動いてるぞ、面白すぎる。壁にエイム置いてるぞ、強すぎる。どういう5位か。 OKOK、 5位ならいいや。55ポイントもらえるじゃん。どれどれ。なんで2倍なんだろう。でも当倍でよくね。おお、いったぞ。やべ、グラップルが出さすぎる。あー、ゴミゴミ。あー、全く合ってないのにワンマガしてる。超人全部外れてんのに全部当たってる。すげえ。エイムがトラッキングのかけらもないのに、すごい。おじいちゃんだわ。全くトラッキングできてないのに全部当たるんだけど。しかも、え、待って、こいつ本気でやってんだけど。これ本気でやってるよ。次ちゃんとやってる。見て、チーターがハイドしてます。やばい、ガチ勢すぎる。めちゃくちゃちゃんとやってんだけど。
と相手も消える。あ、相手もチーターだ。相手もチーターだった。やはりこの程度のチートでは勝てないということですか。あ、ちゃんとあれだね、ブースティングだね、ダメージを与えて、あれだわ、今やめたわ。やば、え、みたいな、今。あのさ、終わった後ってデスボックスいじくれないんですよ。うん。なのに今、こいつ、チャンピオン表記が出てから相手も漁ってんだけど。やばすぎる。終わってから今、弾全部補充したよ。ドゥルルルルルつって。やば。やはりこの程度の、この程度の AM じゃ勝てないようだな。いや、くそ、真面目なチーターだったが、珍しいな。ちゃんと遮蔽物使う系チーターは珍しい。無法地帯すぎる。いやー、素晴らしい。気づいてしまう、俺は。こんばんは。今日もチーターばっかですか？そうだね。そう、あのね、近づいたデスボから、アーマーからアイテム、あと回復アイテムと弾全部ビューって回避するからね。まあ、カスですね。闇落ちって言うとちょっとかっこよくなっちゃうから、まあ、カスということで。そういうこと？やべえよ。あれ、これ大晦日って言うんでしたっけ？こういうのって。何やっとんねん、こいつら。ありそう。自分が欲しいもの全部、みたいな。カスだ、カス。